三重県 VS 岐阜県、東海3県で愛知県に次ぐ県はどっち？四日市市、津市、岐阜市、大垣市。東海地方の三重県と岐阜県、共に愛知県と共にある県ですが、実力はよくわかりません。そこで今回は三重県、岐阜県のトップ2合計人口がほぼ同じことから、これら4都市を対戦させて、その戦績を合算させることで、岐阜県と三重県の実力差を測っていこうと思います。どんより証拠の10試合連続試合の結果で、三重県と岐阜県の実力化が明確になるはずです。1試合目。大型小売店数、サービス業売上、1万人当たりの視界指数、生活関連娯楽業を岐阜市。製造業荒深和也、製造業原材料使用額を四日市市。岐阜市は勝利。ただ県対決としては、三重県が四日市と津の合算で、岐阜と大垣の合算を余っています。第1試合終了時点の順位。1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。2試合目。昼間人口密度、飲食店数、視界指数を岐阜市。実質交際比率を大垣市。岐阜市が圧勝。さらに大垣も勝ち点を取ったため、岐阜県の勝利となります。第2試合終了時点の順位。岐阜市が連勝スタートです。大垣市の勝ち点が効いて、岐阜県優位の展開となっています。3試合目。農業産出額、総面積、農林漁業売上を寿司。製造業、現金給与総額を四日市市。農業投資を岐阜市。百貨店総合スーパー数を岐阜市と四日市市。寿司が快勝。さらに四日市市が2位に入り、チーム2への完勝です。第3試合終了時点の順位。岐阜市はなんとか首位をキープしていますが、チーム三重県がチーム岐阜県を追い抜き去りました。4試合目。製造業従業者数を四日市市。農業産出額を寿司。課税対象所得、小売業売場面積、卸売業需要所数、小売点数を岐阜市。四日市市と岐阜市が並んで1位、3位に厚市が入ったため、またも三重県の勝利です。第4試合終了時点の順位、岐阜市がこうなると単独1位キープはマストとなってきますが、どうなるでしょうか。5試合目。市場の製造業有形固定資産、激戦の昼間人口比を四日市。昼間人口、歯科診療所数、小売従業員数、昼間人口密度を岐阜市。四日市市が岐阜市に競り勝っています。第5試合終了時点の順位、四日市市が勝ち点で岐阜市に追いつきます。四日市市が強い。6試合目。岐阜市が建築物数、不動産物品業売上、宿泊飲食業売上、小売業売場面積、農業工事、推薦人口比で完全勝利です。岐阜市のパーフェクトゲーム。第6試合終了時点の順位、総ポイント数が自力の差か、岐阜市がやはり強い。7試合目。卸売業事業員数、情報通信業売上、課税対象所得を岐阜市、農業畜産を通し、製造業荒深活躍を四日市市、刑法犯認知件数の少なさを大垣市、四日市と津が並んで1位獲得。第7試合終了時点の順位、なんとここで四日市市が首位浮上。県対決に至ってはチーム2への独走に拍車がかかりました。8試合目。サービス業売上、大型小売件数、小売業従業員数、昼間人口密度を引く。地方税を四日市、15歳未満人口比を大垣市。今度は岐阜市が勝利。第8試合終了時点の順位、岐阜市が首位を取り戻しています。9試合目。大型小売店数、建設業売上、建築物数を岐阜市、地方税を四日市、実質交際費比率、ゴミの少なさを大垣市。岐阜市が快勝、2位には三重県の水戸市が入っています。第9試合終了時点の順位、岐阜市と四日市市の優勝争いは次の最終戦で決まります。最終戦、労働実現庁を通じ、財政力指数を四日市市、課税対象所得、小売業年間商品販売額、飲食件数、農業講師を岐阜市。岐阜市が快勝。10試合を終えた最終結果が出ました。岐阜市勝ち点25、四日市市勝ち点23、津市勝ち点15、大垣市勝ち点1。県としてはチーム三重県勝ち点38、チーム岐阜県勝ち点26。四日市市が食い下がるも岐阜市が優勝。
ただ県対決や四日市の市の連携が冴えていたこともあり、三重県の圧勝に終わりました。大垣市は人口規模が小さいこともあり、勝ち点が取れず。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。リクエストもお待ちしております。